つうことで、俺の2023年がね、まあ、これで、終わるんだけど、みんなは2023年どんな1年だった？生きった1年、怒りまくった1年、沈みまくった1年、まあいろんなね喜怒哀楽な1年があったと思うんだよ。あ、でも俺はめちゃくちゃいい1年だった。だからあと4時間後には2024年が始まったと思うんだけど、もうみんなねその瞬間から明確な目標を立てて2024年突っ走ってって欲しいんだよね。うえ、つうことで、まあ、俺の2024年の目標を、もう、みんなにね、もう公開する。うん。2024年はね、ジュラシックカップ優勝。あ、そしてもう2025年もいっちゃうから。あ、もう2025年はね、これ、見て。これなんだかわかる？そう。俺、ここの、全日本選手権のボディービルダーとして、出てやっから、あ、これで、その舞台上で生きて、あ、優勝勝ち取って生きてると思うから、みんなもいい加減憧れるのをやめましょう。あ、つうことでね、俺は今日の大晦日でも変わんねえからやること、ひたすらやることはサイドレイジ。あ、ひたすらサイドレイジやって、ひたすらうえサイドレイジやって、ひたすらインクラインサイドレイジやって、うえ2024年にかけてもうねスタートしてるから。あ、つうことでみんなも素敵な2024年送れるように頑張って、2023年最高の締めくくりでこの YouTube 見て終わりにしましょう。はい、ということで、2024年終わりになるんで、最後はこのポーズで終わりにしましょう。じゃあいきます、せーの、えい、うえ、どうも、ありがとうございました。